旧制中等教育学校とは、かつての日本で中等教育を行っていた学校の総称。単に旧制中等学校とも言う。1998年に学校教育法により規定された新しい形態の中等教育学校とは異なり、根拠法である中等学校例では正式な名称が中等学校であるため、本来であれば、 学生改革前の小学校を指して中等教育学校とするのは不適切であるが、本校では旧正中等教育学校で統一する。中学校、高等女学校、実業学校を含む。大半の旧正中等教育学校が1948年の学生改革で新生高等学校となった。旧正中学校歴史、高等女学校歴史、 実業学校遠隔を参照。旧正中等学校は中、上流階級の教育機関として位置づけられていたため、例えば1935年の旧正中学校、実業学校、高等女学校の進学率は18.5%に過ぎなかった。それでも受験競争は激しく社会問題化していた。このため、筆記試験の廃止や復活、報告書、 高等諮問の実施といった試行錯誤が繰り返された。旧正中等学校への進学率は農村部よりも都市部が高く、成績優秀でかつ中以上の資産を持つ家庭に育った児童が進学することが多かった。ありがとうございます。